木の国分寺は和歌山県木の川市東国分にある新義新言宗の寺院。三号は八甲山、陰号は陽院。本尊は薬師如来。奈良時代に聖武天皇の御琴のりにより日本各地に建立された国分寺のうち木の国国分寺の後継寺院にあたる本校では現寺院とともに 創建当時の史跡である木の国分寺石、木の国分アマデラ跡についても解説する。木の川右岸の段球場に位置し、本堂が創建時の国分寺の行動跡に立っている。創建時の寺跡は国の史跡に指定され、史跡木の国分寺石歴史公園として整備がなされている。また、隣接して木の川市歴史民族資料館がある。 聖武天皇の御事乗りによる混流とされるが、創建の記録は残っていない。俗日本記には、天平商法8年に、紀の国を含む26カ国の国分寺に対する法具反復の記事がある。また、日本三大実録には、元行3年2月22日に、紀の国近光明寺が火災により消失したとある。 しかしその後すぐに復興したものとみられ、演技式には、キ国分寺料として2万束の記載がある。その後、平安時代後期までは存在が確認されるが、中世に入ると衰退し文献への登場はなくなる。一方、現、国分寺の経緯を伝える資料では、寛永4年に無本寺から、根頃自末になったといい、寛永4年に、判寺者奉行の直轄下に入ったという。 また、浅野市時代には、事業4国5と、徳川市時代には3国2とが与えられていたという。昭和3年2月7日、国の史跡に指定された。その後昭和48年から昭和50年の発掘調査によって地域が日町司法と判明し、ガラン配置、規模が確認された。その後、昭和60年に国の史跡に追加指定された。 本堂現在の道具は、創建時の国分寺の行道跡に立つ本堂のみである。本堂は、江戸時代、元禄13年の再建による。構造は、桁行き5軒、張増島、胸高11.7メートル、本、瓦原吹入りもや造り、重層屋根。外観は2階建てに見えるが、内部は1階である。平成4年に、行道基段中央の現在位置に移築された。 この本堂は、木の川市の文化財に指定されている。正面の南門跡から、近道跡を望む地域は二丁四方。仮覧は、南から、南門、中門、近道、高堂の木楼、僧帽が一直線に配置されている。また、塔は、近道の東前方に、首郎と胸像は、近道の後方に配置される。さらに、中門左右から出た回廊は、 近藤、塔、主郎、胸像を内に囲んで坑道と接続していた。寺の東側は雑舎に当てられたものと推測されている。塔は70頭と推測され、一辺16.4メートルの河原石祈願上に緑で変顔性の神祖を、はじめすべての祖石が球場を保っている。西国文は後中央に塔神祖。天寺の所在。 経緯は明らかでない。一説として、僧児の正方約800メートルに残る、西国文廃寺跡を天寺に指摘する説がある。この廃寺には現在は、東神そのみが残っており、西国文塔跡として、国の史跡に指定されている。調査から、塔の規模が明らかとなったほか、白宝時代から奈良時代の寺跡であったと判明している。二次説においては、 それまで存在した、この寺院を、天平期に天寺に転用したと推測される。所在地間係施設周辺木の国分寺跡に関する、カテゴリー、木の国分天寺に関するカテゴリー、西国分島跡に関するカテゴリー、ありがとうございます。